皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年4月13日土曜日です。今日明日と開かれるキャンピングカーバケーションというイベントに参加するために今向かっています。キャンピングカーがもう200台以上集まって全国から来るので、なかなか会えないお友達にも今回は会えるということでとっても楽しみにしています。それでは行ってきます。いや今回晴れててよかったね。よかったよ本当に、ね、去年はねもう雨でね下がぬかるんじゃってね、うん、長靴が必要だったもんね。で昨日ほらうーちゃん言ってた通りさ、うん、和歌山のごぼう野口、うん、あそこもほら氷降ったのかなとか言ってたじゃん。いや本当にお天気でよかった。あ別に、出口生産、みんなまだ並んでないね。あそうそう、けんちゃん、おはようございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。映して映して、けんちゃんたちファミリーです。ほらかわいい、大好き私。受付行ってきます。これ持ってきた、いい？おはようございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。これ持ってくればいいの？これ持ってくればいいの？持ってこなくても大丈夫。顔見たら顔パスでいける。 50m ぐらい向こうでも OK みたいな。この丸パパさんの言ったの。あ、ほんと、ほんと、ほんと。だって、待って、さっきね、パパとハグしちゃったよ、私。パパとハグ。ごめんね。ごめんね。先にハグしちゃった。ありがとう。ちなみにさ、これね、これ、明日帰りに必要な駐車券なので、なくさないように気をつけてください。はい、はい。買っちゃうと自腹になります。あ、400円だけ。はい。で、これが、今日は2日間とも使う福引券なので、これもなくさないように気をつけてください。はい、ありがとうございます。頑張って楽しんでって。皆さん本当ご苦労様ですね。会えてよかったです。すいません、ありがとうございます。これでもおしまいなのね、受付ね。あとよくビンゴがあります。あ、ビンゴ去年も外れてんのよね。ポタデンが、私もポタデンね。ポタデンがね、買う？買うよ。いやまた今年も30枚ずつ、嘘ばっかり言って。あ、そちら10万円ですね。受付どうぞ。2枚くれる？あ、選んでいいの？どれが当たりそう？当たりそうなのどれ？当たるやつください。当たるやつ、じゃあこれとこれ、はい、あ、ありがとう、当たるやつもらいました。はい、じゃあ5000円でいいですか？よし、マルチグリドル当たんねえかな。あ、これ欲しい。へえ、IH 対応だよ。もう IH 対応、あ、けんちゃんの、うん、あ、すごい。これ、なめかじさん協賛です。どれ？え、あの、おもちゃ？おー、すごい。あ、なんか起こった風？うちはこういうゲームはね、別に必要ないからね。でも、かわいい。実用的なものがあるといいね。え、これなめかじさん全部？いや、僕はもうこの辺。あ、すごい。すごいね、皆さん。で、今回もビンゴは一口5万円からです。あ、そうですね。一応10万円分のやつ買ってきました、ね、ああ、そうそう、いいのが、はい、当ててください。当たりたい。今回の一番の目玉、うちの目玉はマルチグリドル。マルチグリドル。ケンズキャンピングカーファミリーさんのブースです。ブースです。
これ皆さん絶賛している大人気のキャンピングカー用シャンプー、そうそうシャンプー、バーコード取れるからね、うん、うん、いいよね。うちも頑張ってバーコードになったら使いますまだ使ってる、まだまだなってないの、うん、バーコードってでも取れなくなる時期あるもんね、ね、うん、ね、そうだ、それでまた全塗装し直すからね、そうなんだよ本当に、うん、ひどいこと言う人たちだな今日よろしくお願いします。お願いします。こちらはヤマトくんチャンネルさんご夫妻です。キャンピングカーの旅だけでなく船旅もされているとのことで、私たち夫婦も船旅をしたいなと思っているところでしたので、とっても参考になるお話を伺うことができました。ありがとうございました。こちらはおこいチャンネルのママさんです。心配してハグをしてもらいました。このご夫妻はペアルックでとっても仲良しさんです。あ、ミキパパファミリーさんも映っていますね。いつもありがとうございます。でこちらは小田口さんご夫妻です。いつもいつもにこやかなご夫妻です。そしてこちらのご夫妻は、顔出し NG ですがグループ LINE に入っていらっしゃる方です。こちらの方もグループ LINE に入っていらっしゃる方で、坂本さんご夫妻です。今回初めてお会いすることができました。いつも素敵な格好をしている七色チャンネルのあこちゃんです。いかがですか、綺麗な格好してるでしょう。 YouTube を見ていただいているという視聴者の方で、キャンピングカーのステッカーを差し上げてご挨拶をしました。いつもありがとうございます。こちらは同じキャンピングカーに乗っているウッチーさん、レガード、ネコプラスさんです。今回初めて奥様とお会いすることができました。いつもありがとうございます。キャンピングカードッグライフさんとご挨拶しました。キャンピングカーに乗り始めて8ヶ月というご夫妻です。千葉の方からいらしたということです。私の体調をものすごく心配していただいて本当に感謝です。ありがとうございます。こちらは私と同じキャンピングカーレガードネオプラスに乗っているご夫妻です。なんと四国の徳島から今回いらしたということです。素晴らしいですね。こちらにはたくさんの方が集っていました。いつも元気なジュリさんご夫妻です。そして、バスコンに乗っている旅するクマコロリンさんご夫妻もいらっしゃいました。また、今回初めてご挨拶するニコニコチャンネルのミータンさんです。皆さん本当に私の体を気遣ってくださって、たくさんお話をして、パワーをいっぱいいただきました。ありがとうございます。クマコロリンのパパさんと我が家の夫、お腹の出具合を比べていますがいかがですか。どちらも病気のせいにしていますが、そんなことないと思いますよ。私の YouTube を見ていただいている方とお会いしました。いつも見ていただいてありがとうございます。いつも YouTube を見ていただいているみーさんからご挨拶いただきました。インスタグラムをやられているそうです。ご覧いただいているように出店も来ています。私はたこ焼きともちもちポテト、夫は富士宮焼きそばとチャーハンを購入するために並んでいます。私が、ポテトとたこ焼きを2
立つ持てないだろうということで、ともチャンネルスティッチ号のともちゃんが駆けつけてくれました。こういうふうにいつも気を使ってくれる優しい妹みたいな存在のともちゃんです。いつもありがとう。ルーパパが、何かやってますね。こちらのもみほぐしを待ってるのかな。夫もこちらで30分のもみほぐしをしてもらいました。とっても気持ちが良かったと言っていましたよ。いよいよ開会式です。主催の丸パパさんがご挨拶をして、その後協賛いただいている各社の代表の皆さんからのご挨拶、そして今回もたくさんのゲスト YouTuber の方がいらしているので、その方たちのご挨拶がありました。こちらはゲスト YouTuber の親父パンダさんご夫妻とハーフゼロさんです。親父パンダさんご夫妻とは約4年以上前に知り合うことができて、それから仲良くしていただいてます。とっても優しい愛妻家の親父パンダさんが作る動画は、愛にあふれた動画になっています。ハーフゼロさんは九州の方なので、なかなかお会いすることができません。ですから、今回いらっしゃるという話を聞いて、夫婦でとても楽しみにしていました。夫と同じ年には見えませんよね。とってもお若いハーフゼロさんです。喋ってる間以外は動いてはいけません。いきますよ。誰もさんが転んだ。誰もさんが転んだ。みんな怖いですね。誰もさんが転んだ。誰もさんが転んだ。行きますよ。ヤマさんも飲んだ。残ってるよ。残ってる。ダルマさんが転んだ。ダルマさんが転んだ。行きますよ。ルーマさんが転んだ。ルーマさんが転んだ。ダルマさんが転んだ。はい。おめでとう。はい。お疲れ様。番号の方を言っていただいて。はい、お願いします。なめかじチャンネルの直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナオミライフもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私の体調をとても心配してくれていた金子さんご夫妻です。私に会うなり、私の元気な姿を見て、もう涙をご夫妻で流して、本当に心配していただいて感謝ですね。ありがとうございます。いつもとても優しくしていただいているスーさんご夫妻です。いつも動画にコメントをいただいてパワーをたくさんいただいているワンファンお花さんご夫妻です。こちらは白うさぎファミリーさんのワンコちゃんです。とっても可愛くて、いつもは写真でしか見ることができませんでしたが、やっと抱っこすることができて満足です。こちらは妹のラムちゃんです。この子もとっても可愛い子です。もうすぐリンゴ大会始まります。前回は20枚買いました。嘘ばっかり言ってる。5枚です。今日は1枚1枚しか買ってません。手が2つしかないんで抜けませんからね。前回大変だったからね。そうそう、絶対これ当たると思います。今回の狙いは何だっけ。フライパンのやつ、マルチグリル。マルチグリル、うん、当たりますよ。当たりますよ。願わくばポタデンも。ポタデン持ってるでしょ。何個あってもいいんだよ、うん、楽しみです。グッドラック。
ビンゴ大会がいよいよ始まります。最初のビンゴを当てたのはビンゴ？え？ビンゴ！チェックお願いします。おめでとうございます。そうしましたら、これ、まあ、一等というか一番最初のビンゴの方ですね。じゃあ、おうちゃんのさん当たってないのに、はいはい、ここは行けない、ここは行けない。オールパワーズさん提供ポタベンとソーラーパネルのセットです。41番です。ビンゴ。はい、ラインに並んでください。ライン上に並んでください。はい、では先ほどの続きですね。RV パークスマートさんのご予体験を、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よかったね、ネタ。こちらの小鳥を連れてきているのはトシさんの奥様です。この後アドリアの車内もゆっくりと見せていただきました。とっても素敵な内装でした。お友達が作ってくださったナオミライフのライトいかがですか？とっても綺麗だと思います。本当に感謝ですね。こちらはLT キャンパーズさんレガードネオプラスというライトになっています。こちらも作っていただきました。一日歩き回ってちょっと疲れたので、これからは夫婦の時間を楽しみたいと思います。それではおやすみなさい。もうなんか俺見せ物になった昨日。ひどいやつらだ。本当。ほら全然本当見えなくて外。なんでなんか爆笑されてるから、うん、あなんか俺茶化されてるんだなって。そう、中から全然見えなかった。うん、ちくしょう。はい、山チャンネルさん、ルーパパ、トマイケさん、イエーイ、キャンバケ最高ですか。こちらはサニキャンさんご家族です。ボーンの字がとってとても印象的です。日曜日の全員参加のゲームは靴飛ばしゲームでした。私も夫も一生懸命飛ばそうと努力しましたが全然飛びませんでした。でも楽しかったです。
ゲスト YouTuber のうりままさんです。やっとステッカー交換をすることができました。ゲスト YouTuber のゆうすけさんともステッカー交換できました。じゃあいいですか、うりさん出すの一度まだ準備 OK ですかね。すごいね。いきますよ。最初はグーじゃんけん。勝ったやったー。あれでも結構残ってますね。今年は太眉家は何かが。はい、行きます。最初はグーじゃんけんポン。おーおーおお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 おご覧のような集合写真を撮りました。とってもたくさんのキャンピングカーがきれいに並んでいますよね。ケイちゃんまたね。またね。お疲れ様でした。またね。お疲れ様でした。そうです、はい。あ、ラーメンだったんですね。ラーメンなんですよ、実は。かっこいい。またお疲れ様です。バイバーイ。バイバーイ。気が付いた。分かるかなと思ってた。今もう分かってたの。あ、そうなの。でも喋ってたから。あ、そうかそうか。またね。楽しめた。あ、楽しかったね。楽しめてよかったね。はい、またまた行きましょう。またね。ご主人によろしく。はいはい、すいません、お疲れ様でございました。帰るの？早く帰らないとさ。ケイさん帰るの？帰るよ。ご主人で渋滞してるんだ。そう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 。だって向こう渋滞してるんだ。ご主人ですか？はじめまして。はじめまして。はじめまして。すいません。はじめまして。よろしくお願いします。最後バイバイの時にはじめましてだから。そうだよね。はじめまして。気をつけてね。うん。またね。今トイレ行ってきた。あ、トイレ行ってきた？トイレ行って戻ってる途中。あ、もう全部入ってるから。いいよ。大丈夫。大丈夫。いっぱいしたの、いっぱいしたの、いっぱい大したの。大じゃないから。あ、そっか。気をつけて、またね。お疲れ様でした。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。ゆっくり喋りながら。あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。元気で。次はゆっくり喋りたいね。はい、またね。あれ、クイもいらっしゃいます。いや、今んとこちょっと。あ、そうですか。じゃあまた。またありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またゆっくり。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひやりましょう。次はゆっくり見せてください。わかりました。はい。またよろしくお願いします。あ、トムさん、また北陸でよろしくお願いします。北陸行きます。まずは気をつけて帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。また北陸よろしくお願いします。はい、お待ちしております。ありがとうございます。お心遣いをいただいた皆様、ありがとうございました。また、ステッカーをいただいた皆様、ありがとうございます。今回のキャンピングカーバケーション2024スプリング、夫婦でとっても楽しめました。ありがとうございます。主催の丸パパさんはじめスタッフの皆様、本当に準備からご苦労様でした。お疲れ様でした。次回の動画は私が4月16日に抗がん剤治療5回目を受けますので、その後、翌週の23日あたりに出す予定です。またそちらもご覧いただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。